はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、新しくですね、海外持参するための商品をね、購入しました。それに対して、皆さんにね、ご紹介させていただきます。おすすめさせていただきます。これは何かっていうと、トラベルアースっていうこれブランドなのかな、まあ、よくいろんなところで売ってるんですけどね、まあ、他にもこのいろんなの出し、キャリーケースとかね、トートバッグとかボストンバッグとかショルダーとか、まあ、いわゆるその旅系のやつ、トラベルポーチ、バスルームポーチ、アイマスク、ピロー、スーツケースベルトとかいろいろあるんだけど、まあ、海外旅行とか、まあ、国内でもいいんだけど、そういったところに旅行する用の商品を製造販売してる会社です。で、それに対して、これを購入した、これはバスですね。バスということで、自分前他のやつ持ってるんだけど、こういう感じで取っ手がついてないんです。なので、こういう感じで持っていくんだけど、まあシャワールーム行くじゃないですか。そうするとかけるとかあるじゃないですか。ここにかけれるんで、これがあると便利だなと思ってね、購入したんですけどね。価格は、購入した自分の価格は1990円プラス税金なんで2140円ぐらいか、税込みでね。で、中はこんな感じです。だからこの中に何を入れようかと思ってるかっていうと、シャンプーであるとか石鹸ね。だからいわゆるその海外行くときはドミトリー、共同部屋の宿なんかも利用するので、そういったもの、そしてそこから歯磨き粉、あとはひげ剃り、あとは眉毛をちょっとねセットしたりとか、鼻毛をカットするハサミとかね、そういったものを入れていこうかなと思ってます。ちょうどいい大きさですね。なので、まあ、風呂場に行くときに、これを持って行ってかけれるんでね、中にね。それからかなり結構便利かなと思います。色がいくつかあったんだけど、黒とか灰色とか、蛍光色のこの水色とかピンクとかあったんだけど、まあさすがにあんまり派手なのやつもどうかなと思ったんで、あえてこの黒にしました。で、この中にね、いろいろ入れることできるんだけど、ナイロン製ということで、これからね、使わさせていただきます。まあ、来週にはタイに、います。で、その中で、まあ、後日ね、また、バックパックの中身、どういったものを持っていくかという皆さんにね、ご紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。まあ、今回は中期、まあ、1ヶ月ぐらいで行って帰ってくる予定で、1ヶ月ちょっとだね、1ヶ月1週間ぐらいかな、ニュージーランドも行く予定なんで、ちょっと今考えてるんだけどね、とにかくニュージーランドと南太平洋島しょ国両方行こうと思ったんだけど、もしかしたら日程上厳しい中南米行くのにね、時期ってあるんですよ、最善の時期がね。で、その中ニュージーランドで今夏なんで寒い時行きたくないんで、ちょうどいい時期だと思ってるんだけど、南太平洋島しょ国で熱帯なので、まあ、一応いつ行っても暑いんで、で1月だと若干その雨季とかになっちゃって、そのサイクロンとか来たりとか結構大変なことがあるので、まあ外し、どうしようか今考えて外す可能性が出ています。ただニュージーランドは絶対行きます。またね、後日またどういった日程でどういうふうに工程で組んでいくかっていうのを発表させていただきたいと思います。とにかくこれなかなかおすすめできます。トラベルアース、トラベルアースってとこか、トラベルアースの、このねバス入れ物ね、まあこんな感じで、これからもこういった商品をね、皆さんにご紹介させていただきます。